ということで、はい、レンペさん11レースになりました。11レースは昨日、はい、直でね予想しましたので、はい、私は156ボックスと予想していて、はい、昨日段階では、はい、ちーちゃんがねもう、うん、調子バリバリだったので、はいはい、156ボックスだったんです。今日ちょっとね今日前半勇み足でね、はい、01オーバーという形で01だったんですね。スリットオーバーしちゃいました。わあそこでね本当にもう結果論ですけど、はい、あそこで本当にオーバーしてなければここの1号艇かなりね、うん、勝負になったんですけども、ね、これどういうふうに評価するかですよね。そうなんですよね。で156ボックスなんですが、ちょっと変えます。結構変えたか結構変えた。あ、でも、はい、でも1は本線に入れてるのね。はい、入れてます。1全6にして、私あのやっぱり田口のせっちゃん、はいはい、好きですもんね。はい、田口出口樋口選手を推してますので、はい、全で1全6で、これ200円です。1全 6? いや今日1000円以上いく？いかないです。あと2連単か。はい、2連単で16と415。あ、つくんだよね、多分16が。はい、今日41もつき、16も41もつきますね。17倍と27倍つくのか。はい、41は今日のデメでってこと？デメです。デメでさっきからちょこちょこ買ってます。デメが出てる時に買ってないんですけど、14。やっぱ4が今日来てるんで、玉川は、ね、永谷選手がこれちょっと、ね、着取れてないですけれども、はい、ここでよく見えたと。見えましたね。わかりました。はい、ということで私は昨日の段階チョップでは、はいはいはい、1315流しでまず書いたんです、うん、これはまあもちろん小山選手がフライング切らない想定で書いてました。そうですね。で本番はもうちょっと絞らせてもらって、はい、ちーちゃんは頭で買います。あーちーは惜しい。1から3-4-5-3-4-5にしました、はい。スタート展示の展開見て展示タイム見た感じ、うん、で3番から145145、西村選手は展示タイムめちゃめちゃ出てるんですよ、うん、これで3号スからもうまくりっていくと思うんで、はい、まくり切っちゃえば4番5番がついてくるかなと思ったので、大山選手が少しでもスタート劣勢ならば、うん、で2号手の運動選手が気持ちを遅れれば、3号手に西村選手がまくれば外に展開向くので、うん、3番から4番5番っていうのはちょっとハイト的にも美味しいので、345354買っておきたいなと。6はちょっと遠いなと思って、1着条件で、ね、節子選手田口選手1着条件で普通にスリスタートに出てきて6コース行ったの で、うん、で展示タイム一番出てないので、うん、そうなってくるとやっぱ3号手に西村選手の方がやっぱ展示タイム出てるし、そうですね、そのであと大山選手がスタート展示の時見て、うん、上から見てたんですけど、はい、フライング切った後なんですけど、はい、やっぱり逃げたいっていう意思を感じました。もうすごくスタート展示の練習の時、まあ、はい、1本今ねこれあった時に、うん、まあ、普通に回るじゃないですか時計が、はい、回って頭すぐ下げて体をこうすごいやっぱエンジン劣勢だけどすげえ体を揺らしてやっぱスリットにより近づけようっていう多分感覚で飛び込んでたので、ちゃんと逃げるぞっていう姿勢に、これも見えた俺は、見えましたか。じゃあもう1頭はスタート遅れることがそんなないなと思いました、ね、でもちょっと怖いですよね。だもちろんね、さっきの1日にフライング2本はなかなか切れないですし、2本はねもちろんそのね、はい、ボート上にファンの皆さんもね、うん、やっぱり人気中、ね、集中してますから、もう本当にいろんもう大きなもの背負ってますよね一人でね。でももちろん準優勝戦はもう乗れなくなりました、はい、焦点除外になりましたけれども、せっかくいただいた陰線ですし人気に応えるためにもしっかりインからスタート行って、うん、ここでね、うん、あとは2号艇3号艇はどういうスタートいけるかで、はい、1マークの展開的には西村選手が握ってもらえれば、はい、バックで時1番3番になって、うん、1番3番2番が引き波食らってくれてれば4番5番が3着ついてくれてんじゃないかなっていう流れですかね、はい、僕は。うわで2番が運の選手がどういう走りするかなんですよ。西村選手がまくっていくこと知ってるから、うん、2がまたまくってっちゃうとまたややこしくなるんですよ。そっか、さっきの武井選手のように、うん、それやられちゃうともうぐちゃぐちゃになりますよ、また、うん、そうならないように西村選手早くハンドル切ってもらって先に握ってほしいなという、で運の選手は差しに構えてくれれば 1-3 になるんだけども、そこは4番5番が飛び込んでほしいなっていう、2番の足はちょっと劣勢かなと思っておりますけれども、どうでしょう。これちょっと終始もねここで結構連携さん、ね、さっき取り返しましたけどね、はい、僕は200円だけ取り返した200円取り返しましたんで、はい、大きいですよ。そうね、これ買ってもまあまだ1万5000負けだもんね、まだ、うん、まだ持ちこたえてます。だって3日でまだ1万5000、4日だよね、はい、4日目です。4日で1万5000しか負けてないってマジで1日4000しか負けてないと思うよね。そうですよ、楽しんでますよ。相当楽しんでるけどまだ勝ちたいよね。うーん、勝ちたいです。勝ちたいんやよ。うわー、大山選手がスタートいけるかよねこれ。そうですね、これ昨日伊藤さんはね、うん、田口選手の進入がどう変わるんじゃないかって予想されてましたが、うん、もうスタート展示から全然行く気配はなかったです。もう素直に6コース行ったんでスタート展示も、本番もね6コース行くでしょうこれは。
でも大山選手フライング切って、はい、もちろんこれスタートちょっとねちょっと怖いのありますけど、うん、やっぱり SG も出てくるレーサーで将来をねこう担う女性レーサー一人じゃないですか、うん、ここでスタートビビってすごく出遅れってか遅れるようなことをするような選手ではないですよ。ないでしょう。このねこのレベルまで達してたら、うん、ある程度スタートは入りますよ。まだ若いです。結構そんなねちょっと前のこと気にしないんじゃないですかね。女性ってどうなんですか、まあ、でもやっぱ迷惑はめちゃめちゃかけてますからね。まあまあそうですけど、それも踏まえてちゃんと全身には多分入れてると思うんですよ。でもレースの時は今のレースだけを見るっていうのことができそうな、そうね、若い子は特にね、はい、できると思います。引きずらないと、うん、それ女性の強さですよ。でもまあ大山選手は本当にそういうところじゃもうビビらずいくと思うけどな、うん、これはもうイン逃げで信用して信頼してフライング切った後の後半レースの1号艇って結構逃げてるイメージもあるんですよ、うん、他の別に このレースに限らず限らずやっぱ前半フライング切った後って結構後半レース丁寧に慎重にも行くけどやっぱ攻めるっていうのは迷惑かけてる分か外ね、行ってるもん ね3がやっぱ行ってる3行ってるわ。3がでも展示出てるからここでどんだけ握れるか。運の選手握る前にほら握り行くからほら握り行くの分かってんだ。3逃げた。握られちゃダメなのよ。逃げてこれ節子も来てる。1-2だ。1-2-6いいよ。1-2-6いいよ。1-2-6あるよね。1-2-6いいよ。これはそうやっぱ喋っちゃダメなんだな。あるみたいなこと言っちゃいけないんだな。2のまくりがあるみたいな。5もいいよ。甘い。1、2、6なるかね。一番1、2、6なったらいいよね。1、2、28倍つくも。おー6あるよ。全然深川さんもいいな。深川さん深川も出てるんだね。出てます。18.1 倍おいしいな。お入った。もうこれはもうこの時点2がいる時点でもうないか。あ、あるある。6ある6ある。いいよ。6抜けて。節子うまい。節子いやでも深川さんがいる。これどっちだろう。いやめっちゃ迷ったんだよ。ここ5か6。いや節子節子頼む。これ6でもあまだ上がんないよ。もう俺は全然応援できないけどもう1、2になってるから節子頼む。1、3、6いや1あ、まあ、まだある、まだあと1周あるから。節子ここで直線は伸びるから伸びてきて、ね、最初伸びてきて5が包んで回れれば切れれば分かんない。これ刺されるよ。刺されないでよ。タンマークしっかり見てよ。深川選手は見ないと刺されるよ。節子刺せ。刺されるよ。節子これ節子なるよ。節子締めないと。深川選手締めないと6になるって。これ節子これ6なるって。もういいよ。乗ってるよ。いいよ。節子締めないと。節子節子お願い。どっちどっち。玉川6。あ5だ。5か握危ないけどね。あの走り方は本当に。節子1 2のあじゃなかった。もう本当にボートやめようかな。本当になんでだろう。なんで本番前に思いつくんだろう。2がまくりいくかもしれないってこと。ポロッとね、ポロッと言ってましたね。波のないとこ行ったもんね。やっぱ3が握ってくること分かってるから勉強なるな。もうなりますね。全て勉強ですね。勉強なるな。ボートって勉強させていただきました。横にまくり屋がいたら2の人はだから3がまくってくるのを想定できたから、はい、2は先にまくられたくないからハンドルを切るってことね。まくりに構えるとこね。節子見えたな。節子3着見えたのにな。お互いがもう反省会するのになって節子1、2は1番人気430円だけど 3連単に関しては6番人気の1810円。6番人気当たった方はおめでとうございます。これおめでとうございます、いやまだ今日1本か。1本ですが大山選手逃げたね。しっかりここちゃんと逃げましたね。ここはまあね、はい、はい、悔しいですが、中1レースの結果こちらでした。はい、さあ、はい、ということで第12レースですよ。ここですわ。もう今日ちょっとね1本ずつか的中が。そうです。1本ずつです。でここで、4日間の最後の回収率対決も終わると。そうです。2人の回収率対決がここで決まります。今のところレナスさんは多分 130% ぐらいかな。回収率120から130ぐらいで、僕は 70% ぐらいしかないので、はい、うん、ここで決まりますね。差が今2万円ぐらいあるんですよ。そんなありますっけ。2万。あ、そっか、はい、そっか。プラスで僕が1万5000マイナスでプラス4800円なんで、はい、2万円取り返す方法を考えなきゃいけないなと思いました。そうですね。じゃあ伝平さんから出しますか。いいよ。おお
2万円を取り返すならもう絞るしかなくて、はい、うわ額がすごい。1342000円、1242000円、これ10倍以上ついてるので、はい、これだと2万円になるんですよ。2万円は超えるんですよ。すごい。であと1322000円、もうこれも132が来たらしょうがない、もう13倍しかないので、うん、これはまあしょうがない、諦めるんですけど。レナさんこの後負けること想定してる？レナさん当たっちゃったら意味ないんだけど。そうですね、私が外れ てことですね、外れたら多分この後使うお金がお金が減るじゃん、プラスの分がいくらかは、はい、1000円以上減るわけじゃん、うん、でなおかつ1000円減るってことは俺との差が1万ちょっと減る、ね、9000円になるわけだから、はい、1万9000円になれば俺が勝てる、うん、だったら1万9000円払い戻しを取るためにはもうこれぐらい絞らないといけないなと思ったので、3点、もう森谷選手がこれイン逃げしてもらうと予選トップ通過なので、はい、まあ、イン逃げできるだろうってことをもう森谷選手を信じる、うん、はい、で相手にはまずもう山川選手、もうここは信じるしかないと思ったんで。そうですね、2の香川選手も一着勝負かけなんで、うん、まあいろんなこと考えて1213、12の21なんかも考えたけども、まあ、ここはもう山川選手は剛腕で思いっきり1マーク握ってもらってバーンってバック出てもらえば13になるなって思ったんで、はい、1324どれか、はい、うわ逆転するな、これもうレナさんに勝つのはこれしかないと思いました。お願いします。決まりそうですね。それでちょっと私も3点なんですよ。お、買ってるじゃん、しかも買ってます、金額買ってます。私もうまず最初に買ったのが15、2連単、はい、なんかちょっと黄色の輝き具合が見えましたし、細川さんもう、うん、伊藤アナも大、うん、大プッシュと言いますか、俺は相当出てると思うよ。だってやっぱ昨日も一番時計で帰ってきてるしね。そうですね、でも今日はそこまでいい走りは見れてないんですけど、うん、まあ1号にちょっと厚めに貼ろうかなっていうので1000円は決めてました。入れたんでね。で本当は1前後も買いたかったんですけど、うんうん、絞って絞っての私は24にします。一番人気は135とかだったと思うんで、はいはいはい、135は切ったんだ。もうちょっと12レースで一番人気なんか買えない女になっちゃってるんで、うん、ここを素直に買えばっていうのもよく思うんですけど125と145ね、だから 10.6 倍と 18.9 倍に300円ずつ入れてるから、はい、300円です。まあ、2人とも被ったのは1個もない、このレース。これ初めてに近いんじゃない、1点も被ってないのって。1点も被ってないのはないかもしれないですね。今までだって19レースやってきて、なんかね一緒にイエーイみたいな、わーいどちゃんかーみたいなこと言ってたのに、うん、なおかつあこれ来たら被ってるねみたいな、絶対あったのに、ありますねみたいなあったのに、まあお互い絞ってるっていうのもありますからね、はい、3点ずつに、うん、絞ってる将来はもう逆転ですね、勝たなきゃいけないんで。逆転ですよ。いやもうこれギリギリまで迷いましたね、うん、だってもうこれだって使ったらもう俺もう今月この4日間で結局2万ぐらいだもんね、はい、でもね2万だから2万ですよ。トミカ何台分ですか。で1台だいたい500円って考えても100台、うん、うん、全然100台、うん、100台あるよ。トミカが家にトミカ100台夢ありますね。夢あるよ。でもあのプレート全部買えそうですもんね、このよくおもちゃ屋さんにある全部こっからここまでって言えそうなぐらいの、はいはい、2台で1000円だろ、だから10台で10台1万円だから、はい、20台か20台あれ1台500円と考えたら2台で1000円、2台で1000円ってことは40台、2万円で40台でした。40台もか40台も買えんのか、まあ、40台もいらないです。トミカそんなにいらないです。いらないよね。そんなにいらないです。だってこれだってさ、レナさん、ま、負けても外しても3200円プラスで買えれんでしょ、この4日間は。この4日間の時点で俺は4日間でこれ負け外したら2万負けか。すごい桁がやっぱ私2000円をこうかけるっていうのに、でも逆に言えば足震えちゃうな。やっぱでも 4日で2万しか負けてないのかってなったらもう終わりなのかな、うん、そうですよ。5000円、ちょっとこれをだからまだ負けるって決まってないですからね、ここの12レース。だから負けたとしても2万なんだと思ったら、ね、全然楽しめたわって思ってる自分が。5000円しかですもんね、マイナス1日。なんか1日5000円しか負けてないんだと思うとなんかすごいなんか気持ちいいよね。いや難しいわこれは。だ森谷選手のトップ通過。いやもうこれもうイン逃げじゃなくて2人であちゃーですよ。これもう誰も当たらないっていう。いやもうそこもここはもう攻めや美穂なんで、もあ名前変わった、まあ、森谷じゃないんで、ここ攻めるんで、攻めや美穂、はい、これ攻めますよ。だって予選トップ通過勝ってるんで、お守ってないですよここは。いいですね、漢字守ってますけどね。いやもうしっかりだからここは名前攻めやです。もう攻めや、はい、これ守りって書いて攻めや美穂さん、です今美穂選手ですね。よし、うわー、なんか久しぶりになんか胃の中からぐらいなんかちょっと疲れが来てますもん。来るよね。考えに考えて
だってこれやっぱ予選トップ通過かかってて、まあ、香川選手もね、うん、これやっぱ1着取らないと予選通過できなくて、 で川野選手、細川選手、山川選手は多分まあ無事故完走ぐらいの多分条件で入ってくるんですよ、うんうんうん、で小野選手はちょっと今回圏外になりましたけれども、はい、だから残りのセンターの3番4番5番あたりが、うん、やっぱそこまでスタート行かなくても事故なくやっぱ帰ってこれば自分優勝戦乗れるし、うん、しかも3番なんかはね高枠も待ってるわけなので、しっかり上に切って2着を確保してもらえれば 1-3 体系になるって思ってます。で 1-3-4-2-4 怖いのは香川選手が1着条件ってとこだけなんですよ。怖いですね。2もうそれ最初に言わない、もう言わないでください。言わないでください。何をするか言わない。森谷選手はしっかり逃げるだけ。頼むぞ森谷選手。森谷選手まず逃げて細川さん頑張って、うわースタート1と3が行ってる。3が怖いねこれ。3怖いよ。握れるけど森谷選手しっかりターン回れば、 よし差しに構え、まくい出すけど入らない。うわ引き並みに1、4だメイ、1、2、4ならいいけどメイ、これこっちかメイか、あ4ないんじゃないですか。ないんだよ今の 1-3 体型だったでしょ。分かんない。細川さん、細川さん流れてってるけど大丈夫か。いやある145あるよ。145は全然あるよ。いける。わあ143あ考えたよね一瞬は。143考えたのよ。まだわからない、まだわからない。え5は全然あるよ、波の内部行ってるから。細川さん、あ2もいい。いやいい、5は全然あるよこれ。元子がいる。ゆうこ、ゆうこ頑張れゆうこ。145じゃん、145じゃん、145だ、切れた切れた切れた。いいよ、1号でもいいんだよ。1号はない、1号はない、もう1号がないんだよ。もう145だよこれ。ない。うまい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 。5だ、おめでとう。5だ5。これ145。いやー1号が良かった。いやでもこっちの方がいいよ、だって1800円ついてるから。あ本当ですか？18万あるから。300円入れてんならこっちの方が絶対配当いい。まだわからない、まだわからない。1号の方がいいのか2連単。1000円。1000円入れてた方が。そう、まあまあそうですね。最初にか、いいよ、まだ最初に書いたよ。145まだ終わってないです。いや終わってんの、終わってんのよ。145なのよ。1あと5周してもこれ145なの。5周もしますこれは多分だけど、これあと5周してもこれ145が変わらないのよ、このメンバーだったら。145か、書いたよね、書いたよね、もうバカだよね。よし1、4、5、おめでとう、とちゃっこどちゃんこ、素晴らしい、もう素晴らしいよ、もうこれはもう乾杯、どちゃんこどちゃんこ、乾杯乾杯、どちゃんこおめでとう。わーよかった。300円で多分18点何倍だった、はい、だから1号が今 5.9 倍だったから、下がりましたね。5900円でしょ、結構下がった。で18点、まあそんな変わらないぐらいですかね、うん、変えたよな小声変えた、この3着5の流れは変えたのよ今。そうなんですよ、変えます、うん、変えた。1800、あこれ2000、あ6000はいかないか、はい、2連単の方がやっぱ美味しかったです結局ね。1000いってるから、でもまあ6000しか変えてる、はい、おめでとう。これでもう今日今節4日間でプラス1万円ぐらいよ、はい、とちゃんこをいただきました、ありがとうございます。俺の2万円のうち1万円がレナさんに行ってんだもん ね、 ね、俺がここで1万円渡してみたいもんだもん、ね、それもいいですねってことだよね結果ね。そうですね、俺の一枚こっちに行ってるだけだもん。そのまま横に流れてるだけですでなおかつ俺の一枚違うとこ行っちゃってんだから何に使ったんですかね本当に困っちまうよ、まあ、いやということで、はい、まあ、4日間でんぺいさんと、はい、まず2人の、はい、こう的中率と回収率ですね、回収率、うん、回収率争いは、まあ目に見えて今レナの方が良かったかもしれないですけど、何も言わずにこの後のドチャンコ おさらいは、はい、ドチャンコでしなくてもいい、もうあしないですか、うんうん、もうしなくてもいい、チョップでしようかなと思ってたんですけど、しなくていい、負けだから俺の、わかりました、100%負けは分かってるから、もう見てる人たちも、はい、だから取ってんだから取ってる人、取ってない人 で、ね、俺が勝ちましたおかしいんだから、ね、まあとりあえずは一応数、はい、あの表にしておさらいもしますので、ね、そちらの方もそして明日の予習もしますので、はい、チョップの方もねぜひご覧になってくださいということで4日目の12レースの結果でした、はい、した。